皆さんおはようございます。信吉チャンネルの信吉です。イエイ。先ほど情報が入りまして、皆さん、茶映えピットブルはビビってしまってね、近くのホテルに隠れているそうです。ですが、8時にはね、なんか裁判所の方が家に来るんで、そこには行かなきゃいけないっていうことなんでね、それもみんな分かってます。ヘルパちゃん分かってますよ。元気ですか。ラオくん呼んじゃうね、お前の大好きなラオくん呼んじゃう。元気ですか。茶映えピットブル、茶映えピットブル包囲網はなんかいっぱいあるみたいだな。だから言ったじゃん、お前俺んとこは逃げてこいよって。俺んとこ来れば安心じゃんな。だけどまあもう無理だな。もうあの千葉の狂犬がお前向かってるから。お前千葉の狂犬大変だぞ。お前昔もやられてんだろな、ガキん時な。お前千葉の狂犬やばいからな。では皆さん、茶映えピットブルはホテルに逃げ込んでるそうです。こちら中継でお伝えいたしました。信吉です。では、のっぱしー。